リアさん。どうしたの、バハチン。あの二人、どっちが勝つと思う？あれ、もう終わり。そうだねー。どっちも負けたらいいんじゃない、楽しめないならさ。私喧嘩大っ嫌い、そんな二人を見るのも嫌い。だから今の二人ならさっさと負けてほしい。人格解放を使うしか、だけどあれには懸念すべき点がある。羽が邪魔、近距離戦必須のこの戦いで自ら的を広げるなんて愚の国境。人格解放は本来の姿に戻ることで本来の力で戦える。つまり中途半端な人格解放は本来の力の中途半端になってしまうってこと。中途半端か。意味がない。それにパワーアップなんてメディアの想定内。意味がない。不正が良かったのは最初だけですか。人格解放。私も部屋に入れないとね、完全に鉄火ちゃんを仕留め切るなら。二人とも伺っているね。そうだね、互いに技を一回受けると二回目は完璧に対応してくるからね。出す技とタイミングは大事だよ。でも、もし、メリアが人格解放を使ったら、うん、鉄火様の初見の攻撃全てが無意味になる。メリアのポーカーフェイスが戻ってる。これは私が辛い分答えるわね。オーラもまだ8割温存、筋肉の疲労もまだなし、戦況は全然問題なし。余裕がある間に決める、ギリギリまで温存してるものではないしね。もう勝負時ですよ。あなたから全ての選択肢と可能性を奪ってあげる。進化か、絶対にさせるか。ダメだ、あの目だけは、私の努力も作戦も、可能性も、全部無意味になる。もう騙し討ちも無理だ。視力を元に戻した。メリアには全部に付加される。私は普段自ら視力を落としてる。そうしないと見たくないものまで見てしまうから。終わらせるわよ。そう。うわぁ。この流れがまだまだ正直者すぎるわ。なるほど。本来体全体に流れるオーラを視力を落とすためだけに、目だけ遮断していたのか。オーラを通常通り流した。それだけでメリアの目が輝き、本来の力が戻るってわけか。神格解放というには少し微妙な、神格解放二分先、というところか。神格解放、を満開の花と例えたものだがな。特殊能力とかは、ないんだよね。うん、メリア曰くただ視界が良くなるだけ。ただ、見えるものは微弱な空気から、筋肉の動き、呼吸、わずかな変化すべて。そして対象物の数秒先の未来。って聞いた。普段はもっとすごいらしいけど、メリアは自分の目を嫌っていたから慣れてないらしいけどね。でもメリアは自分の目をこう呼んでいたよ。万物を見通す目、天理眼、と。まずい、どうやって起き上がる？この状態のメリアになんて触ったこともないわよ。目線誘導とか、ペイントは全て無意味、全て封じ込められるから。そろそろですね。私に触れた、仕掛けるつもりか？これは、私の恩恵、完全超回復。もらいますね。は、そろそろ恩恵が発動しそうでしたからね、使わせてもらいましたよ。そ、今さら剣術で私に挑むつもり、読み合いにおいて勝機はゼロなのに。知ってるわよ、メリアちゃんは私の数手先にいる。それを超えるのは不可能に近いってことも。だけど不可能が可能になるその時まで諦めない。突破口なんて自分で作ってやる。本当に諦めの悪い。そんなに月下ちゃんを専属品にしたいのか。そもそもあんたたちの約束はおかしいのよ。月下お姉ちゃんはメリアちゃんを認めさせたい。メリアちゃんも月下お姉ちゃんを認めるための材料が欲しい。なら本来あんたたち二人で解決しないといけない問題のはずなのよ。なのにそこに関係ない私たち。今回は白が巻き込まれた。白は月下お姉ちゃんを知れたと思うわよ。でもメリアちゃんは見てただけ。全く月下お姉ちゃんを理解できていない。そんな不十分な材料で判断するのはおかしいって思わないの？おかしいわよ。月下ちゃんに言われなくても。知ってるわよ。私だって月下ちゃん。欲しいもん。本当は東京で会った時月下ちゃんに言われた通り、自分で見定めるつもりだったよ。メリア、ちゃん。でも、言われたんだもん。月下ちゃんから今回の条件を言われちゃったんだもん。みんな私ばっかり悪者にして、どれだけ私が考えて、悩んだと思ってるの。そんなことで喧嘩なんてしたくないよ。せっかちゃんとなんで喧嘩しないといけないのよ。もういいや、もう私のことは嫌ってもいいから放っておいてよ。もうこんな楽しくない試合なんてしたくないよ。私は月下ちゃんを選べない。せっかちゃんにどう言われてもこのお話は終わってるの。メリアちゃんの本音、苦しいんだ。あのメリアちゃんが、我慢できないくらい苦しいんだ。悩んでいるんだ。やっと、本音を聞かせてくれたわね。ずっと私を悪者にするからですよ。そっか、ごめんなさい。ならメリアちゃんは今やるべきことがあるわね。
この大会をやめて、結果を姉ちゃんとしっかり話をつけてきて。あ、はい、わないで、なら大津はどうするの。私が取る。私じゃなくても白やソフィアちゃん、あともいる。こっちは私たちに任せてくれたらいい。メリアちゃんは専属心を増やす。その目的のために動いてほしい。今度はちゃんと二人で向き合ってほしい。なら、信じさせてよ。私が安心して託せるように。いいわ。ほら、目が戻ってる。待っててあげるからさっきの状態に戻しなさい。ほら、泣かないの。本当子供っぽいんだから、メリアは。誰が泣かせたんですか、バカせっか。会場の壁と音声が戻りました。両選手は近距離でトップ組合のさなか、状況はまだわからないぞ。ほら、中継には映ってない。メリアが目を戻したらいつも通りよ。確認はしないから。もちろん。メリア、自分から力を抜いた。いや、せっか様自身が剣を引いたようにも見えたけど。よっこいセット。ソフィア、やっぱり見に来たの。うん、仲直りしたっぽいからね。仲直り。確かに今までにないくらいギクシャクしてたけど。やっと面白そうな試合が見えそうだよ、メリア、せっか。市場なんて置いてさ、この時は目いっぱい力を出し切ればいいんだよ。その方が楽しいんだからさ。喧嘩は終わりか、少々名残惜しいが仕方ないな。だが決着はまだだ、状況は変わらないからな、どうなるか見届けさせてもらうぞ。いきなり二人とも距離を取りました。何か二人の間で感じ取ったのでしょうか。私がメリアちゃんの目的を継ぐ。それに値する実力をメリアちゃんに見せつけてあげないとメリアちゃんは安心して任せれないよね。これは私のわがままでもあるんだ。ならそれを通すだけの覚悟を見せないとみんなに失礼ってもんよ。今成長しないでいつ成長するんだ。中途半端な人格解放、それでできる限り力を上げろ。髪色が違う。やっぱりこの試合でせっかちゃんは何か変わってた。原因はわかりませんが、いいでしょう、そうこなくては。これは、やっとメリアの想定を超える何かを。成長してもだからといって技が増えたり、技術が増えるわけじゃない。日頃の訓練がそのまま出るだけです。構成、おほぼ独学でマスターしたのは褒めます。やはりあなたは天才ですよ、間違いなくね。私さ、今回の件とは別でずっと前からメリアに言いたいことあるのよ。何ですか？あんた、引き舐めてんじゃないわよ。これは、引き踏み引き、束縛能。天使でしかメリアに通用しないとでも思ったか。そうよね、あんたは引きを舐めてたもんね。その綺麗な瞳でしっかり見ておけ。引きはメリアの想定を超える。引きを舐めるなぁ。引き精入、竜精入の腕迫の世界。引き、想定にいた。けどこの局面で出すには限りなくゼロだとばかり。立ちなよ、たった一回だ。まだこれから何度でもあんたの想定を超えてやるわよ。オーラだってまだほとんど減ってない。それくらいの怪我なんてオーラで自己チリくらい容易にするでしょ。メリアが納得するまで、何度でも付き合ってやるわよ。はぁ、簡単に言ってくれますね。せっかちゃん、あなたは今、誰の想定を超えたと思ってるの。帝王信仰補助列獣位、全知全能の神、メリア、メルトリア。世界の神々ですら私を超えるのは容易ではないとされる存在。そんな人物の想定を超えたのよ。相変わらずプライド高いわね。今はその全知全能すらもないなんちゃってのくせに。はは、減らず口だけは本当尊敬に値しますよ。いいですよ、十分です。私の言ってることが正論なのは間違いありませんか。正論だけで世の中うまく立ち振る舞えないくらい知ってます。降参します。メリア選手降参した。まだこれからというタイミングだったのに、何が起きたのか。ですが降参した以上、決着です。2回戦第7試合勝者、引きせっか選手。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。